国高制とは土地の標準的な修了である。国高戦国時代にはこれまでの荘園とそれを取り巻く土地制度が解体され、戦国大名による新たな土地支配の体制が確立された。戦国大名は神高制に基づいて検知を行い、軍役を定めた。神高制では土地の面積や大まかな質によって年貢校が定められ、実際の収穫校とは、 ほとんど無関係であった。国高の概念自体は、戦国時代に一部の大名が採用し、小田政権でも土地の評価方法として一部の地域で採用されていたが、本格的な導入は豊臣政権による対抗検知以後であり、徳川政権はそれを土台として日本全国の支配を確立させた。原則としては検知条了を行って、 国盛りを行って国高が確定し、それに基づいた抗議による印板上、反物の発給によって領地高が確定されたが、実際の運用面で検地の数字を重視しながらも経済的、政治的な事情を加味した加減が加えられた皇帝の生産高が国高として算定され、そのために各種の例外が適用された事例も多かった。導入の背景には、 農民層の田畑や屋敷地に対する経済的価値の把握、表記には実際の終了をもとにした国高制の方がより直接的で適切であったことが挙げられる。さらに、土地に対する名受け人を実際の工作者に固定することで、現地の土豪や有力農民による中間作取を困難にし、彼らの武士化、領主化を排除して、平農分離の徹底と、 月国上抑止の役目を果たした。また、急激な統一政権成立の過程において、従来の総尊と外来の診療主が年貢徴収などをめぐって対立する事例がしばしば見られた。領主側は一円支配確率のために、総尊における複雑な土地関係を整理して把握することで、彼らの抵抗を抑えようとしたのである。さらに近年では、近世日本における 貨幣制度の混乱も原因として注目されている。それまで民から総船や民船を輸入し使用していたシステムが、観光貿易の断絶及び、民での貨幣制度の変更による動船そのものの、衰退によって、これまで民の動船をそのまま利用していた日本を含む、周辺諸国の経済に混乱を与えた。日本ではそれまでビタ船と呼ばれていた、低品質な市中船は、 エリゼニの対象であったが、貨幣需要の高まりと、銅線体系の崩壊という二つの現象が衝突し、やむなく一定水準以上のビタ線を含む、支柱線によって、需要の保管が行われた。しかし、水準以下のビタ線が大量に出回ることを防げず、貨幣の信用は下落した。幕府は、律令成果でごく少量流通していただけの金貨や、 銀貨を本格的に発行するなどして対応しようと、したが、需要を満たすだけの量は確保できず、また全国的に通用する良質な銅線を鋳造、流通させる仕組みもなかなか確立できなかったため、16世紀中期から17世紀中期までの、ほぼ1世紀の間、銅線を中心とした貨幣の価値と信用は著しく、低下した。こうした中で銅線を基準とした、 神化政を維持することは事実上不可能になり、代用貨幣である米による調税への切り替えを余儀なくされたというのである。国化政の確率に大きな影響を与えたのは豊臣政権の対抗検知であるが、実は対抗検知にも時期によって大きく内容が分かれる。前期の対抗検知でも国化政に基づく検知方針は示されていたが、 侵入したばかりの地方の有力大名に対して、貫徹させるまでには至らなかった。全国統一が完成した、翌年の1591年、豊臣政権は諸国に対して一国五前長の提出を命じているが、これは、翌年の人払い例と合わせて、朝鮮出兵に備えた、兵糧、軍役負担を確保するために、大名の領地校を確認する点を優先しつつも、 日本全国の土地を同一の基準を持って把握しようとしたのである。ただし、注意すべきは、大名の領地孔を確認するという点である。例えば、長我壁氏の土佐一国九万八千国は、実際の検知によるものではなく、同氏の動員可能兵力からの逆算と言われ、佐竹氏や島津氏などに対しては、石田三成ら武与が、 政治的必要から国高を操作していたことが知られている。さらに領内で米がほとんど取れず、もっぱら貿易による利益に依存していた宗氏や松前氏は実際には無駄かもしくはそれに近いにもかかわらず、利益から計算された形式上の表高が与えられていた。また、一部の地域では国人や農民による一挙を恐れて検地そのものを行われなかったと言われている。 最もそうした地域でも、全国的な流れの中で、石高表記への移行は、受け入れざるを得ない状況になっていった。国高制の確立と、人払い例、さらには武士に対する城下町集中政策によって、平農分離は進展し、城下町の整備が進むことになった。なお、武士や農民以外の層と国高制は、全くの無関係ではなかった。区議や自社も、 また、抗議から所領を与えられており、町人は、農民の国高に代わる各種の役負担が命じられていたからである。そうした、負担体系の違いが、江戸時代における農民、職人、商人の最大の違いであった。江戸幕府が成立すると、改めて全国の国高の再確認が行われた。1605年に、改めて全国の大名に対して、合村町と、 クイーズの提出を命じるとともに、諸大名に対する助役負荷の基準を、国高から物なりの量に変更することとした。1617年には、大阪の陣及び、初期の各種武神による論功交渉がほぼ終了して、将軍、徳川秀忠より諸大名に反物が下された。そこに表記された国高が、表高と称されて、原則的には幕末まで変わることがなかった。 だが、実際の大名の所領では、新田開発や、検知の徹底によって、実際の年貢負荷の基準となった実質の国高と、言える内高との格差は広がる一方であり、表高は、大名家の事業や価格を明示するための数字に過ぎなく、なっていった。一方、農村においては、内高から算出される物なり高が、実際の物のなり高と合致するようになり、これによって、それまで、 村高水準までしか用いることができなかった国高が、個々の土地に対しても適用できるようになった。江戸幕府は、国高制によって、大名の所領規模を簡単に把握できるようになり、家法、憲法、天法や飛び地の処理も簡単に行えるようになった。また、大名に課する負担や幕府役職の任免も国高に応じたものとなった。一方、大名も事故の藩において、 国高制を取ったが、家臣を所領である旧所には済まわさず、年貢徴収や妊婦動員も反中央が行った。さらに時期はやや遅れるものの農村でも、検知の徹底によって検知庁に国高が記載できるようになり、通常の年貢は国高に年貢率をかけて算出し、さらに雑税や夫役も類似の方法で算出されて付加された。 国高制は報道を上から順次分割給付して主従関係を保ち、過信官あるいは農民官においては国高の高によって上下関係を決定づけることができる。しかも複雑な面積計算をすることなく国高の規模に合わせて増加、減少、交換を可能にするという爆反体制を維持、存続させるには非常に好都合な制度であった。また、 戦国時代以前と違って、貨幣経済が浸透はするものの、金貨、銀貨、銅貨の交換比率が市場に委ねられた変動相場制で、かつ東日本は金が主体だが西日本は銀が主体で貨幣が全国的に統一されていないという問題があった。そのため商人同士の取引においても、米が基軸通貨的役割を果たしたという事情もある。同時マベイ会所は、 世界最初の先物取引市場として知られるが、米を媒介としての金銀銅の交換比率を決定する為替市場としての役割をも果たしていた。国高製の原理は、漁師と農民間の階級関係や、漁師間、または農民間の階級を規定づけるものとして、江戸時代を通じて機能していたが、検知が行われて、実際の内高と表高の間に、 相応の格差が生じた場合でも、江戸幕府によって、表高の改定が行われた場合には、それに伴って、領主の価格の変更が行われるために、幕府は同格の大名家との摩擦を避けるために、表高の改定を避ける場合もあった。また、実際の年務徴収は、必ずしも国高に依拠せず、それぞれの領地の監修に、合わせた方法に基づく換算が行われていた。 実際、江戸時代前期の農地の七地正門に、国高について触れたものは、ほとんどなく、農村にて登場する国高は、村高までであった。こうした、正門類に国高が記載されるようになった17世紀後期までは、ほとんどの農民は、国高の概念に対して気範であったと、考えられている。ところが、国高制導入には16世紀末の通過制度の、 混乱が背景として存在していたが、18世紀に入ると、今度は米の生産量の増大に伴って生じた米価の不安定化が問題となった。米価の下落は米を売って貨幣に変えて生活する武士の生活を逼迫させ、反対に米価の高騰は民衆の生活を逼迫させた。かつて貨幣価値が不安定化していて、 米が代用貨幣として通用していた時代に確立された国高制は参加制度によって貨幣制度が安定化して支配階層である武士が米を貨幣に変えて都市生活を送るようになったこの時代になるとその弱点として浮上したのであるこのため江戸幕府は米価安定化のために様々な措置を講じていたが 爆犯体制の根幹に関わる国高性そのものの改革には最後まで手をつけることはできなかった。国高性の廃止は基礎改正による土地税制の改正によるものであったが実態は廃藩地検の段階ですでに機能しなくなっていた。それは廃藩地検を機に地方に関する経費の計算が国高あたりから人口あたりに変更されている点から知ることが可能である。 鈴木君を編、貨幣の地域史、岩波書店、2007年初集の書論文を参照。ありがとうございます。